プロスペローまたはプロスペロは天皇制の第18衛星である。プロスペローは1999年7月18日にジョン・ジェイ・カベラースらによるカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡を用いた観測によって発見された。発見は9月4日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され S1999U3 というカリフ号が与えられた。 なお同じ7月18日には、天皇星の衛星セティボス、ステファノーも発見されているが、この2つの方が先に発見が公表されている。また当初はこれら3つの衛星が確実に天皇星の衛星であるという確証は得られず、ケンタウレス族の天体だとしても観測された位置を説明することができた。しかし天皇星の見かけの動きと似た。 ゲンタウルス属天体はそれまで発見されていなかったため天皇防止の衛星である可能性は高いとされた。発見報告後も継続的に観測が行われ2000年には天皇制の衛星であることが確実視された。最終的に軌道が確定したことを受け2000年8月21日にウィリアム・シェイクスピアの儀曲テンペストの登場人物にちなんで命名され、 ヨーロネスズバイブという確定番号が与えられた。プロスペローという名前は、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、テンペストの主人公プロスペローにちなんでいる。国政を帰り見ず魔法書ばかり読んでおり、対抗にして魔導士となるが、性的であるナポリオー、アロンゾーと結託した自分の弟アントーニオーに、国を乗っ取られ、娘のミランダと共に、舞台の島に漂着する。 プロスペローの軌道要素は、シコラクスとセティボスと類似しており、同じ力学的な集団に属していると考えられる。従って、軌道要素の観点からは、これらの衛星は共通の起源を持つことが示唆される。しかし観測されている表面の色には違いが見られ、色の観点からは異なる起源を持つ可能性もあるとされる。プロスペローの色指数は、B。 V イコール0.80 R V イコール0.39と可視光では、中間的でセティボスとは似ているが、淡い赤色を示すシコラクスとは似ていない。ありがとうございます。